南部アワラジオキナーがお送りしていますさあそれでは最初のコーナー参りましょう給食係ですまああのどこどこで食べた何が美味しかったよとか今もテイクアウト情報とかね皆さんがね最近召し上がったものでこれぜひ食べてほしいなっていうのがありましたらぜひ教えてくださいじゃあ本日給食係トップバッターこの方のメッセージから紹介しましょうドゥドゥさんですあドゥドゥさんも有名人ですねはい。皆さんこんにちはミカさん大好き人のものになったしんちゃんは普通に好き ルーズです。このキャッチコピーが素晴らしい、ね、そうね、書いたりよ。これかかんとしんちゃんには今日つまらんなって言われたからね。<laughs> いやいや違,う違う違う違う。いうう書いてますよ。はい、して先週さ、イトマンスティングさんの一寿司さんが紹介してくれた寿司の縁があるさ。うん これイギリスによそうイギリスのね <laughs> イギリスよ、はい、イングランドよそうそう、うん、ドゥドゥさんからのメッセージですこの方は県内在住ねドゥドゥさんはね、うん、県内だよな県内ですよ、うん、だから先週イトマンスティングさんの一寿司さんが紹介してくれた寿司の縁があるさ、うん、あれをロンドンに住む友達に紹介したってばすげー <laughs> すごくないつながるうわ そしたらね、うん、彼女も寿司の園知ってたの、うん、でも行ったことはないからいつか行ってみるねと言ってました、はあ、だからね行く前にはヒージャーさんの調査報告の仕方教えんといけないねーああ,あ,あそっか <laughs> <laughs> これラジオ機能の。<laughs> <laughs> 12時10分からやってるみたいな玉城美香さんの佐々しんさんがやってる番組でその後のユーリキアさんのっていうの全部宣伝全部宣伝して <laughs> アポイントメントヒージャーさんそうですよそう<ー>国が変わるとそこらへんもすごい権利関係も厳しいかもしれんからね <laughs> アポイントメントヒージャーさんの調査報告の仕方を教えんといけないからね「アイオープンドゥザドア」do からかねではではということでまずドアを開けました右足を一歩前へ出しました <laughs> 膝がかくんといったもんですから左足に変えました <laughs> このまま行くと海を渡れるのかなと牛陽横さんとお話をしました <laughs> 右足が落ちるまで左足出せば海渡れるな意味や面白い <laughs> いやーもうどうドゥさんありがとうございますうごいますごいうふうにうね ちょっと迂回するけどまたイギリスに伝わるってすごいねでもだからドゥードゥさんの友達もびっくりしたはずねなんであんたが知ってるのって逆にまたないからこれラジオから紹介されてたから行ってねってなるとこの一回ここ来てもう一回向こうに戻ったっていうの、ね、逆輸入みたいなもんでしょそうよすごいよなはい、うん、面白いことが起こってますはい、はいえー。沖縄の久米島からはじめまして、はい、伊藤さんと申します伊藤さん、ね、ありがとうございます

はい、二二人人で、二人で、そうそう,そう,そうだよね。うん。すごい楽しかったうん。僕もしぼこ CM 撮影かなんかで行かしてもらって<ー>いろんなとこはい、えー、このご時世なかなか離島へ行くのは難しいですよね、はい でもも、うん、久米島のホテルさんも頑張ってますよ空港近くの島民としてはちょっとお高めのホテルお手ごろ価格のお弁当を販売していますホテル特製のお弁当がお手ごろ価格で食べれるってことでランチタイムが待ち遠しくなりましたで今日は幕の内弁当800円を買ったので写真添付しますねさすがホテルメイド。 なんだかいろいろ乗ってて美味しそうでしょうアーサー入りの卵ポークステーキエビ、うん、味玉、えー、もやしのナムルゴーヤー入り野菜炒めガンもどき炊き込みご飯の上に、うん、チキンのソテーデザートにマンゴーまではあ幸せすごいあ場所は島の真ん中あたりです。はい、<laughs> 死に簡単 <laughs> パーマの隣ですで、ね、<laughs> 若い<み> <laughs> <laughs> どこの場所、ホテルのパーマ屋の隣に、パーマ屋いくつあんの、って <laughs> 島の真ん中。真ん中って言う。<laughs> いいね、こうみんなざっくりしてるのが面白いな、<laughs> うん、本当に。えー、はい。えー 久米島コロナ禍でも新しい店がオープンしたり今までのお店がおなじみの味を守ってくれてたり新しいことに挑戦してたりなかなか島の外までは届かないかもしれませんが皆さん頑張っていらっしゃいますまた久米島の美味しいものをメールしてもいいですかはいもちろんそしてそして落ち着いたらぜひ久米島に美味しいものを食べに来てくださいねあーすごいねわーすごいトリトリですね もうこのソースが違うよね。普通だからもうなんかもう。ああ、具沢山だし、このさ、真ん中のさ、中央に位置するさ、あのエビは絶対。久米島のエビだよね。そう,あそうだろうな。釜山<ー>地所でまたね。うん。いや、久米島はね、いい、本当、いいとこです美味しいもん。ね、久米島フェアとかもね、やってて、うん、あの。お酒もね、やっぱ有名だしね。うん、水が上等だからね。そう,そうそう。本当ね、久米島の皆さん、頑張ってね。うん、あの。 まあ、もうあの久米島の吉永克也君っていうのと、よくやり取りしてますけどね。島を愛する男でね。頑張れよ。うん、でも、沖縄本当いますけどね。<laughs> <え> <laughs> 戻そうかね。今。久米島大好き人間で。で <laughs> あ、そうなん、ね。久米島紬元。じゃ、続いていきます。ベストソーダさんです。 しんちゃん、みいか、こんにちは。五十代も楽しいさんのベストソーダです。<ー>毎回、ウルトラマンエースズケランさんと、リサと聞いています。介護施設で、お昼、ご飯解除の時に聞いては、もう大爆笑してますよ。うん、さて、私が、も愛している古島にある、南海鮮魚の天ぷらは、最高に美味しいんですよ。<お>食べてみてください。もちろん、刺身も、最高です。江南高校、裏から、那覇市立病院向け。これ、電そばでいいんだよね。電そばの向かい側ですよと、うん、と、ベストソーダさんから。 わかります僕ここ入ったことはないんですけどもうん、うん、すっごい気になる居酒屋もやってるんだろうなって外から見たら思ってたんですけどうん南海鮮魚の天ぷらこれじゃあ南の海だよねそうですそうです。うん、いけけけけるるるるよね 私も場所的にはすぐわかるので、うんうん、ちょっとすぐ探せそうだしすぐ行けそうですね。メカルからこう橋みたいなで渡って折り切ったらすぐじゃん。折り切ってちょっと右に電装ばって、うん、あのすごい三枚肉がもう一目バンと見て置いてるところの真向かい左側ですね。そうですそうです。はい、ああいいね。はい、えー、ディスカスさん来てますね。はいありがとうございます。ダンプモアイのおじさんたちと飲んでいたら、うん、反射の人に絡まれていると間違えられたディスカスです。<laughs> なんで。<laughs> サパ飯ですけど近場なんですが八王子の石川サービスエリアの石川そばうどん690円、えー、珍しいガンもの天ぷらに刻み玉ねぎと温泉卵がついていますスープは醤油が立ってなく関東と関西の中間の間で優しい味ですガンもの天ぷらは衣がスープに使って揚げ出し豆腐みたいになってて温泉卵に絡ませて食べるとなあなおまあさんうどんは関西だしでおやし えお優しい味でこれまたまーサン二日酔いの朝に食べたい人品ですということですね。二、うん、日酔いの朝。いやー、<ー>ねこれさたくさんこう横にのってるこれは何？玉ねぎ,玉ねぎ、うん？刻み玉ねぎ。あ<ー>あ。でもネギがこんな風に刻まれてるって珍しくないですか？珍しいね。天かすかなあこれ。そう,そうパッと見天かすに見えたんですよ。玉ね,玉ねぎですね。うんああ美味しそう。何持って豆腐でしょ？そうです。 あのね、つゆをたくさん吸ってね、また味がいいんですよ、染みて。ね、本当ね、あの、みなし豆腐とかも、そうい美味しいしね。私さ、あのお揚げが大好きで。美味しいよな。だから、あの、どっちかというと、うどんとか行くと、ほら、天ぷらうどんとか、いろいろありますけど。どっちかというと、けつ、きつねうどん。あ、はいはい、揚げね。揚げが大好きだよね。美味しいよね。だから、緑のたぬき、赤いきつねっていうと、絶対赤いきつねのほうが。どっちが好き?。僕もそうかもしれないです。 赤いチョコ。ああ、食べたくなる。<laughs> なんかそば、はそばでいいんだけど、やっぱどっちかという、とうどんの方注文してしまいますね。いいいねはい、じゃ続いてこちら、ゴーゴートラックさんいただきました。しんちゃん、みいか、こんにちは。どうもゴーゴートラックです。はい。が、全国津々浦々、のびた高速道路には、魅惑的なサービスエリアパーキングエリアがありますね。はい,はい。さて、その節目となった、第50回の、サパめしでゴーゴーですが。 長野自動車道上り線緑湖パーキングエリアのとろろづくし定食。850円を紹介します。とろろづくし。はい。はい、長野、長野特産のサクサクとした舞茸の天ぷらが2つ入り。見てください。とろっとしたとろろ麦。うん、そしてとろろのかかった麦飯は何杯でも食べられそうです。 山芋も注文してから店員さんがすりすりしてくれるのでこんもりとしておいしそうでした付け合わせについてる漬物もわさび漬けと、まあ、長,らし長野らしい、はい、演出ですねしんちゃんミカ山芋好きですかということでゴーゴートラックさんいただきました僕ねここ十何年でで好ききななってきたかもしれないですねあなそれまであなんかちょっと避けてました、ね、このぬる納豆とかもちょっと苦手な方だったんですけどもう今大好きなんですけど。 あのい、ー、芋このねあのー、長い山芋の種類っていっぱいあるじゃないですかうん、うん、で、あのー、スーパーでこの粘りっ気がすごいっていう品種があるんですけどそれをよく私は買いまして<ー>あのアボカドにこれをかけて、うんえー、食べたことない、はい、卵を温玉をそのまま乗せて。はい あの入り酒っていう、脱脂、ね、醤油みたいなのがあるんですよ。<ー>はい、輸入雑貨のなんかそういうお店で置いてあるこの入りごまとなんかいい入り酒、入酒なんか、ね、ちょっと梅だしとかが入ってるんですよ。<ー>ちょっとさっぱりしてるやつなんですけど、これかけて。 めちゃめちゃうまいんですよ。わ、美味しそう聞いてるだけで。はい、アボカドが大好きで。あ、ミカさんは？はい。で、あとは韓国の海苔とかあ美味しいですね。うまいです。うまいんですよ。食べたくなりましたもん、トロロ。さあ、次行きましょう。はい。高古高古クラブ88番フォレストオールさんですね。はい、ありがとうございます。スーパーマルダイでのみ売っているチキン見つけました。その名も。 インチキすごいな。<laughs> <じ>インは、えー、アウトとかインのインかなインチキかな。からん面白いね次女が小さい頃「いうん、ねえねえだけいいはずインチキ」って言ってたの <laughs> 思い出して笑っちゃったなお二人の子供たちも言ってたんでしょ2種類あってノーマルインチキは島ガラシのちょいから小さい人参二2つ入りビールのつまみに最高。 トマチキ九百六十一円はカレールが乗ってるので、ご飯に乗せてチキンカレーの出来上がりという。ええ、うん、インチキ、本当だ、面白い。で、トマチキ。沖縄生まれのインチキって。うん、面白いね。すごいな、名前かな。沖縄生まれのインチキを開発した。<laughs> <laughs> インチキの。 そうセッサーでありますツアさんですみたいななでもね詐欺みたいだよなこれ今言ってるさらっと私っインチキって、はい、チキンがインってことでしょうだからインドのチキンってこと<れ>インド風カレー味とかそういうことなのかなトマチキが上にあるじゃんトマチキありますね、うん、黒糖とトマトの爽やかな甘さそれインチキはインチキは、えー、沖縄生まれのインチキでも真面目に作ってますって言われ <laughs> 最高だなこれな。いやなんかほら何かが特徴的なものは？スプーンで切れる柔らかチキン。ちょっと光が反射しててさ温泉温玉ご飯にかけるだけ。違うあの本題には触れてないみたいな。ちょっとちょっとやっぱ鷄だ。違う違う違うじゃん。鷄の肉を使った。違う違う違う。そんなことはない。それは嘘ですけど。でも何か何かを抱いてるような気がしません？チキンで。はい。 これ何か赤人参そうだねはなんだろうまあれ真空パックされてるんですよ、うん、これだからねこれさ、うん、俺着腹でいいからミカあてに送ってくるのよ <laughs> <laughs> 面白い、これ見せて見せて。ちょっとユニオンの関係上、行きにくいんですよね、丸大、すみませんが。があのー、今、私たち、さらさら、さらっと、このね、インチキインチキって言ってますけれども。うん、インチキって、また県外の方が聞くと、うん、結構きつく感じる時がんですよ、ね。ああ、そうなんだ。なので、あ,あの、名前がですよ、ね、うん、だけど、この商品名になってるってことで、まあ、沖縄らしいなと思ってね。許されるよな。 うん、すごいよな。<laughs> はい、品名ですよ。これ、<laughs> 僕はね。<laughs> はい、はい、じゃ、続いてこちらです。帰ってきたシャバドゥーンさんです。しんちゃん、みいか。それから、南ディ、皆さん、お疲れ様です。帰ってきたシャバドゥーンです。はい。早速ですが、シャバドゥーンのカレーサビラ69回目のお店ですが、八重瀬町の伊波そばを紹介します。あ、えっ、えー、と、伊波そばでいいですね。はい波そばを紹介します。え、今日もたくさんのメニューの中に、カレーライス、カツカレー、チキンカツカレーと。三種類のカレーがありましたが、俺の。 目に飛び込んできたのは柱にぶら下がったホワイトボードにをセットの料理が選べるそば定食の中に唐揚げカレーこれを発見お腹も空いていたのでそれチョイスしましたで今回のカレーライスですが茶色いカレーで具は人参、ジャガイモ、玉ねぎ、ドロドロ系の辛さレベルは2でしたそれにね唐揚げ2個と普通サイズの沖縄そばがついてなんとお値段びっくりしますよ700円うんうんうんはい すごいね,いいね場所ですが八重市町の右上あたりです。 <laughs> <laughs> えー、塚山の塚山バイパスを八重瀬町向けに南下していくと、スーパーからファーストフード店から銀行がある八重瀬町のメインストリート出ますね。はい、これのメインストリート沿い右側にあります。ますね、はい、うん、追伸先週、中身汁について話をしていましたが、先日うちの嫁さんの両親とドライブ中、嫁さんのお母さんが骨汁って看板を見て発車。何ね骨汁って気持ち悪いって言ったわけ。うん、それで俺。お お母さんの好きな中身汁は大丈夫なんですかって返したわけさ、そしたら二人ともそうだね、はははって笑ってたってば。ということで、いただきました。<laughs> ありがとうございます。覚えてます。中身の味は、は,ね、はい、うん、味なのか。味なのか身の、ね、身体のね、身体,のの身体のあれなのか、ミーなのかって話で、盛り上がりましたけど。うん、響きが中身汁をいやらしく、しく感じるって。そう、そう、そう、で、そうです。そういう話をしましたけれども、うん、まあ、でも、このカレーはすごいですね。うん、カレーセットね。 これあの僕も何回か言ったことありますすいつもいっぱいですねああのあそこの開発される時にも最初の方からあるんで、はい、地元とかも大人気だと思いますそうよね。はい、ねこのさそば定食はさいろいろ選べるん、ね、選べますね親子丼白身魚フライハンバーグ唐揚げ唐揚げカレーゴーヤーチャンプルー選べるうんすごくないそばと何かだあの本、ー、当とがっつり飯というかもう男性陣にはもう最高ですよね。 僕はね今だったら今の気分でいい今のおじさんだったらゴーヤチャンプルーああいう私もゴーヤチャンプルーチョイスするな今見てたらここにカツ丼があったらカツ丼あそうだろうもう最近重いおじさんよ食べ残す時にあ負けたって思う時ゃない。ッチ負けじゃないけどんかあもう俺ここまで食べきれないんだと思ったりするし時々バカ食いする時もあるし ちょっと仕事でスタッフとの弁当を食べてたんですよ朝昼晩朝昼晩ってねお弁当を食べるんですけどお弁当がみんなもうんていうんですか暑さでちょっとぐったりしててなかなか進まなかったんですよ。これって年重ねたあるあるなのか何なのか昔さ食べられたんですよ全然。 みかさんはしあ昔はで今はでししょょ今、はい、昔俺ちっちゃいなんか女の子サイズの弁当を買う人が信じられんかったわけ <laughs> なんでサー100円かってこんなに応用がいいさと思って今なんであのサイズがあるのかとか分かるね <laughs> 分かるでしょあのー、250のジュースとかさ「たらうっぴこやめ。もう豚かんでもうこんなバミさん買いなさい」って同じ値段なのにと思ったけど今は分かる <laughs> <laughs> 今それは需要があるねってねこれぐらいでいい,ね <laughs> い,いよね こもこのちっちゃさでいいね。何種でもねーみたいになる <laughs> もうこれは胃がおか胃が老化してるんだよ <laughs> 本当に。いやでもでもこういうのちょっとおいしいのねちょっとずつでもね皆さんからの本当いろんな情報欲しいので<は>いぜひ給食係宛てに送ってください,<は>いお待ちしております <はい S 1> 以上給食係でしたは <い S 1> では続いてこちらのコーナーです。 シェロックロウこのコーナーは地元に全力 A.U. 沖縄セレナーの提供でお送りいたします。地元に全力。はい。さあえっとこのコーナーはまああのスマホのまあ私たちユーザーになりまして長ら立ちますね。そうちょっと進化しましてですよ。スマホの活用法とかどんなふうに生活の中で取り入れて便利になってるよとかねいろいろとはい紹介しております。そうね皆さんもいろんな機能をね使いこなしてねもう便利な スマートな生活になってますからね。私はさ、うん、SNS 始めたじゃないですか。ね、インスタとかフェイスブック始めたし、うん、YouTube 始めたでしょ。だから画像を撮ったりとかする時のあの編集とかもすんごくあっという間にできるし。綺麗だな。楽だし綺麗そう。昔の画素数と比べたらもう全然違うし、うわあってこれ。 これスマホで撮った youtube とか聞いてもさ本当にもうミュージックビデオ作れたりとか、うん、<う>私スマホ youtube あれですよ全部スマホで撮ってますでしょそうなんですよめちゃめちゃ綺麗なんですよ、ね、ありがたい限り、うん、ですねはい。はい、さあえっ、ー、とではではこちらのメッセージ今日紹介しましょうビールジョグさんです、はいうん、久しぶりの投稿ですよビールジョグですジョグはもう財布開けないわけなんで電子決済使ってますあは

それもバキバキになってる。ごめんなさい。バキバキだどこまで読んだかね。あ、そうそう。電子決済使ってます。すごい。支払いも楽だし、うん、クーポンも出るし、うん、オリオンビール一本無料券とかもあって、もうデイ事情とはやんだ。<ー>いやしがやしがよ。うん、アルコールはよく買うのに、アルコールのクーポンはあんまり出なくてよ。チョコラ BB が一々出てくるわけよ <laughs> 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 でも奥さんとかにあげたらいいじゃんね。 チョコラ BB とか最高じゃんもうジョーグ疲れてるんだチョコラ BB 飲めって言われてるみたいやさアプリがよいじでもクーポン使うんからよいや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 い,いや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 面白いけど <laughs>、はあ、使いましょう私は電子クーポンじゃなくてほら電子マネーとか使ったりとかするじゃないですかああい時にクーポン出てくる時にあれが出てきますよよく飲むチューハイの,中杯の ああ何十円引きとかあれって違うんですねみんな違うのかなだからそれもうこの人はよくこの恥ずかしいよ。絶対もうこれ AI とかがこの人よくそうだよね絶対そうさこれをいいここに買ってくれてるから一本サービスしようでもじゃあこの人はんでアルコールがあるのになんでチョコラ BB ばっかり出るんだろうあんた飲み過ぎだよこの時の期間にこんなに返すあんたちょっと体いたわらんとっていうそういうことかな AI が。 面白いなでもうちの奥さんなんかもしょっちゅうなんかスマホとかでお茶のあれが出たからってもらいに行ったりとか<ー>そんなんかいろいろやっぱ使いこななしたら得なんだろうなそ,うそういうアプリとかねもうほんと便利だもんね。うん ほ、ね、らビビーあいくらあっても困るもんじゃないから、ね、そうですよ、うん、もうあのちょっと体もメンテナンスしてよって言ってたまにこうプレゼントがすると「あもうあんたよ、うんね、ありがとう」でこれ試品でしょみたいな「<laughs> いやいやいや、ね、いいじゃん別にじゃあ,あのこういうふうに、まあ、いろんなこうアプリとか活用したりとか電子決済使ってね、うん、auPAY とかね便利にこう生活も変わりましたよ、はい、っていう方も多いと思いますけれども、はい、このコーナーは、まあ、機種変更の話だけではなくてね、うん、えっと aupay とかの電子決済とか au 電気とか、まあ、暮らしの一部でこんな風にスマホを活用してますよっていう話題も募集しておりますので、はい、ぜひこのコーナー宛てに送ってください。 皆様に支えられて沖縄セルラー電話は三十周年を迎えました。すごいおめでとうございます。いますはい、その三十周年を記念しまして様々なキャンペーンを実施しています。<う>その一つが幻の英雄しか無料タクシーです。七月一日から七月三十一日の一ヶ月限定でチェック柄とアロハ柄の二台那覇エリア走行してますよ。面白いよね。飛びたっていう人いるかな。なんかぜひ情報とか欲しいね。うん、メールとかね。写真とかでもいいからね。うん うん、小文字にいましたとか、そうそうそう。乗りましたでもいいしね。しこれは、うん、えっと、うん、AU と UQ モバイルと AU 光チューラーご利用の方であれば誰でも無料で乗車することができます。すげえ また沖縄セルラー公式ツイッターでは走行エリアの情報や豪華商品が当たるキャンペーンも実施して実施していますのでこちらもぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、まあこういうふうに30周年のスペシャルの企画盛りだくさんですので、うん、ぜひねあのホームページとかもチェックしてくださいね。なしないですよね。はい、面白いね。さあということでこの機種変ロックンロールは YouTube でも見ることができますので、はい、はいえー、機種変ロックンロールでこちら検索をしてぜひご覧になってみてください。はいえー、以上沖縄。 沖縄セルラープレゼンツこのコーナーは「地元に全力 au 沖縄セルラー」の提供でお送りいたしました、はい、さあそれでは最後のコーナーいきましょう刑事係です、うん、あなたの町のあれこれ教えてもらっていますよ、はい、じゃあこの方いきましょうトップバッターこの刑事係のねシカボウさんからですさんありがとうございます、はい、フリーのメッセージという形で頂い,いてますね、うん、しんちゃんさん三ー,ーさんこんにちは,こんにちはラジオネームシカボウです 南部アワーをいつも楽しく聞いていますありがとうございます番組へのメール実は初めてです、うん、私は少年時代佐敷に住んでいたので、うん、とても親近感があります、うん、ありがとうしんちゃんとみーかーさんの南部ゴールデンコンビ、はい、キャプテン翼の翼くんとみさきくんの南滑ゴールデンコンビバリでキレッキレですごいです、うん、<laughs> シュート決めるのに四週間ぐらいかかるのや <laughs> キャプテン翼な坂からずっと飛んでから次の週 <laughs> 飛びながらデジ喋って「美咲君このボールはカール・ハインツ・シュナイダーが」みたいな「デージのねカール・ハインツ・シュナイダー」って言って。 <laughs> すごいねまあそういうそういういもんよだからねしんちゃんの言葉のドリブルは誰にも止められなくなるしいやいや止められます,めれますミーカーさん大爆笑で涙が止まらなくなるし、はい、もう聞いてて日曜日が元気になります嬉しいな明日仕事かって憂鬱になりやすい自分ですが、うん、本当に助けられてますよということでしかぼうさんからです<ー>嬉しいねしかぼうさん嬉しいですね俺最近サザエさん見てる時悲しくなってたからするんだよねサザエさん見たって言ってたねそういえばしんちゃんね,最近ねお俺なんでこの時間こっちいるんだろうとかよ待ってきたでしょか <laughs> 元気ですよね ええじゃあ続いてこちらいきましょうしんちゃん私紹介していいですかスマイルリンダさんからですよこちらはし中見舞いが届いています見てくださいはい。ええラジオキナ開局7月1日ね記念日61周年おめでとうございますしんちゃん毎週ナンバーワーで顎が外れそうなぐらい笑ってめっちゃ元気いただいて感謝しています先日イード氏の曲の中でね娘さんとのこの親子での共演参加素敵でしたこれからもご自愛されてスマイルで頑張るんば ということでスマイルリンダさんです。あ,あ、嬉しいですね。あのミーカーの YouTube とともに見てくださいね。お願いしますね。<笑><笑>すねありがとうございます。宣伝までしていただいて、はい、じゃあ続いて。きちんといただきます。はい、はいえー。クラウロファウンディングベニームさんから来てますね。しん、はい、<laughs> ちゃんミーカーね,ね、今日もお疲れちゃって。してして久しぶりに掲示係お願いします。南部の与座川の近くで見つけたパーマヤーの看板が。 もう地元の方ですよね。ヨザっていうと,言うとまあま高みの、<っ>高峰の,高峰のそうですよね。はいはい、学校はね、えー。パーマ屋の看板がなんかかっこよかった。今日はとことん決めてやる。男のアイロン専門店。<laughs> ん？まさかクリーニング屋じゃないよな。<laughs> クリーニング屋じゃないよね？というね四年で。かっこいいんじゃないこれ。見せて見せて。本当だ。 アイアイロンなんかパーマ当てる時とかアイパーとかアイロンっていうのね熱でやるか今日はとことん決めてやる男のアイロン専門店だ。死にシャツとかねポロシャツのこっち側のエリンとことか死にきれいにやってた立ててやる昔のプロデューサーみたいに立ててやる立ててやるテクトレーナー巻いてやるプロデューサーそうだよねそんなイメージだよねピンクのポロシャツにこんななんかイメージプロデューサープロデューサー 言うやっちゃいないよみたいな <laughs> これぐらいできないのみたいな <laughs> 上から塩巻いてるぐらいの。君さん、やっちゃいなよ次行きますよおこの写真かっこいいなはい。ヤンバルラーメンいぎみさんですうちの地域大義味村の共同売店に貼られていた掲示物が気になったので送りますいい、ね、見てください、うんえー、男性限定イベント <laughs> <laughs> 何か何かあるのか <laughs> 中身ね<う>怪しいな怪しいものかなと思っていたら年齢18歳から<う>、えー、300歳の男性限定300歳 <laughs> <laughs> 今泉重千代さんがご存命だとしても <laughs> 200歳いってないからねいや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 い泉いや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 い0いいってないからいい <laughs> 年上の人って名言入ってりもしかしてこれあるじゃないですかブナがやとか巻いてないですあ,あそういうことかキジムナはね親父父でもいいってことか怪しいものと思ってたら年齢18歳から300歳限定と書いてたジャナグスクの材料で釣竿を作って共同売店で売りましょうという内容のものでしたって <laughs> えあ,あ、ジャナグスクね。<laughs> 男性限定イベント本当だ釣竿を手作りの釣竿を作ってくれる殿方を募集してると竹とか抱きとか作ったうん、うん、の,の。俺あの 売店巡り知ったんですよ全部ほぼうん、うん、じゃなくちょっと奥の方にあるんですけれども、はい、そこででも海遠いですも作って「売ろう」ってあ特産品にしようってことそうですよね300歳っていうのはこれギャグ笑わそうですそれともいや本気です文字かいやう,うんほらだって文字さこの2つ紙があるけど2つとも「300歳」ってちゃんと書いてますよ。 面白いね。十八歳以上は誰でもいいってことですよね。はい、じゃあ、次行きましょう。はい。えプルプルゼリーいちご味さんですね。しんちゃん、みかさん、未来の私のお友達、こんにちは。はい。え今日はヤきが変なポーズをとってました。初めて見るポーズ、を笑いましたということで。うん。なんだろう。ええ、うも。うああ、行中検査出すよ。パキールっていうね。 アぶプけるって。はじかさよ。雲毛雲毛してるじゃね。おいるどや。ポッキーもう終わった大丈夫や見終わった。いる <laughs>。おいる時なのにね。雲<ろ>毛<う>か <laughs> はいということでこのコーナーは面白い画像とかも募集してますよ。もちろん地域の情報とかもお寄せください。もう時間になっちゃった<と>以上刑事係でした。